Thank you.
ここまで見てくれてありがとうございました。皆さん、ピアノの音でかなり音違ったの分かりましたか？僕個人的に最も好きだったピアノはドゥルルルンマチョー、ヤマハのフルコンでした。2000万円ほどするんですけどね、まあ、ものすごくいい音が鳴ってね、ゴーンってきてね、もうかなりハートに来ました。ってことで買ってき、まだ買えないんですけども、買えるようになるまで頑張ってみたいなと思いめっちゅ。まあ個性的なあのピアノ、何でも鑑定団で3000万円かな、なんか何でも鑑定団か知らんけどね、なんかの鑑定で3000万円の値段がついたそうです。だから3000万のピアノとサムネで書きましたお許しください。ところで皆さん、ピアノの音の違い分かりました？分かった方はたくさんコメントしてください。あ、この撮影はもうヤマハさんの掛川にあった工場のピアノ、日本で唯一ピアノを生産しているところがもう全面協力のもの撮影できました。皆さんぜひとも行ってみてください。掛川のピアノ工場を僕見学してきたんですけども、その動画についてはまた後日出したいなと思います。次やっていきたいなと思っている検証としては、スタンウェイと河合について、あとベーゼンドルファーとかにもついてもね、検証をどんどんやっていきたいと思うので、河合、ベーゼンドルファー、スタンウェイの皆様、連絡待ってます。それでは、グッバイ。